皆さん、こんにちは。今日は、幼少期からの質問をさせていただきますと、野球を始めたきっかけっていうのは、子供がどういったものなのかっていう質問なんですけど、はい、その前にいきなり来るとみんな思わないのかっていう感じなんで、生徒の皆さんに、一つ僕から聞いてみますか、人の話を聞くときの要領っていうのをお伝えしたいと思います。興味がなかったら、自分の何かやるものに習ってください。必ず話しているときに、あ、これ面白いな、かかった分だけ自分の頭の中に入れて、そのことを、考えて話を聞いてください。全部を聞いていて、眠たくなるかもしれないので、眠たい方は、目を閉じちゃうと、耳だと聞いててください。お願いします。ということで、幼少期、野球を始めたいと思います。今僕は小学校1年の時に、野球を始めました。今でいうゲームボーイとかもあるんですし、おもちゃがあったんですけども、おもちゃを買ってもらえなかったんで、初めて買ってもらったものがドリルだったんで、それで、実際のことを野球をすることをやって、野球を。幼少期の野球の担当にも含まれているというかということだと思うんですが、それで、そこから高校、大学、大学というと、お姉さんは進んでいくことになって、その中でこう先輩と関わる機会というのが結構多いものだったと思うんですけど、その野球部というの特徴を、その立ち上がりがしっかりしたものもあると思うんですけど、その中でこう気をつけていたところだったり、大変だったところをお聞かせいただければと思います。そうですね、やっぱり小学校の時はその家族で育った先輩とか後輩とかっていうのはあんまりこうなかったですし、そういった人で家族を作ったとかっていうのはあんまり先輩とかやっぱり中学校に入ってから、やっぱり、先輩っていう問題がありますけど、やっぱり先輩がこう、怖かったりですね、体が大きかったりとかっていうのは、すごく意識してたなっていうふうに思いますし、まあ、1年生で入った時は、こう、授業だったり、グラウンド整備だったり、そういうことは、やらされていたのかな。率先してやってたじゃないですか、やらさをっていう、やるのが当たり前だったっていうのが、表現されてるんですね。で、もう今度は高校に行ったら、それがもうちょっとこう、広がってきたような感じで、結構こう、言われたり、雑だったり、それの中で、自分たちがやられて、じゃあ、ここは後輩にはしないでおこうなーって、話とか記憶があるんです。で、大学に入ってからは、もともと野球、僕は大学は駒澤大学っていうところに
その高等大学に比較してやっているのを読みたいなと思ったんですけども、高校の学校推薦で体育コースだったので東海大学の推薦をいただいてたんですよ。それがなぜか東大とか神奈川大学に行くようになって、そこで4年間勉強したんですけども、まさかプロ野球選手になれるとは思ってなくてですね、当時、野球やってたりっていう人は野球やった経験ないから分かると思うんですけど、野球じゃなくても高校生なんか、バレーボールの雑誌だったり高校野球の雑誌だったりアピールの雑誌だったり、いろんな雑誌ですね、チームであったり、その雑誌に載ってる野球の選手がたくさん大学に行ってます。こういう人に出てたのとか、そういう人なんで、もうレギュラーがとてもなれないところがあって、も大学まで学生をやってもらえるって思ったんで、一生懸命やってたんですけども、なんか運よく、一年生とかレギュラーでしたってことがあって、あの辺りがすごく強かったです。先輩の目が怖くて、いつもおどおどしてるような感じになってきて、あとはまあ、プロに入っても、プロに入っても、やっぱり、いけると思ってなかったら、3年生ぐらいからなんか、ちょっとこう、新聞とかで触られるようになって、ちょっと本気になってたんですけども、まさかと思ってて、それでも4年生になったら、ドラフトで指名してもらって、プロ野球の世界に入ったんですけども、僕ちょっと変わっててですね、今、ね、女性の方はあまり気に取らないかもしれないです。大体ドラフトっていうことが聞いてると思うんですけども、ドラフト会議で、指名されるわけですね。大谷選手だったら、花巻に行ったら、自分のプロ野球行かないよって言ったんだけど、日本ハムが1位指名して、日本の NPB、野球で、プロ野球で、実績を残して、アメリカリーグですごい活躍をしてるんですけども、そういうドラフトの、特に僕は、指名されても行かない球団っていうのを決めてたんです。ちょっと変わってたんですけど、その球団以外だったら、もう就職しますと、っていうふうに決めてて、まあ、就職の投票カードに指名していただいたときには、自分の行きたい球団だったんで、就職というか、チームに入ることになりました。ただ、入った際にはもう夢を作るのに、契約金もいただいて、高校時代はもう、もう彼のことは、お金の発表が大事だから、強く磨いていくのが大事だから、ということで、一気にお金のご飯に取られてなかったから、通帳なんか、ほとんどの残高がないような人間で、一気にこう、お金が出るわけですね。でも、その夢を膨らむって、もっと頑張って、もっともらえるって言って、キャンプに行ったときに、その鼻っぱくらといいますか、その勢いが一気に消えたわけですね。それは、その先輩たちの実績のプロ野球選手の技術の高さ、スピードの速さ、大学のレベルからも全然かけらないかと思ったんですけど、やっぱり今、この方が逃げ出したいっていうと、全然両方して、結構大きな幕が起きないというのが、それをもらってやめるっていうわけですから、3年間かかるっていう、そのキャンプの初日に、自分の中で切れたことは覚えてます。まあ、それは切れたスタートでしょう。はい、じゃあ、これも、今は、野球に関して、先輩に、気をつけるとか、大変だったことをお伺いしたんですが、社会人として、と言いますか、野球だけではなく、社会人としては、一般の、特に大学生にとっても、大事なことといいますか、そういうのがあったら、教えていただければなと思います。これを、大学生の皆さんに、それを今、実行して、そういうふうに伝えたいということは、非常に難しいと思うし、無理だと思います。まだ、というのは、まだ学生なので、自分の高校生活で何を学ぶべきか、
特に1年生であれば、希望に行って、学校生活を送っている中で、完璧なり、大人になり、社会人になりということは、成長段階であると思うので、それを言うつもりはありませんけれども、でも、この4年間というのは、僕の経験したんですけども、多分、最高学歴になると思うんですね。そうすると、今ここで知り合ったとか、まあ、これから知り合う仲間、すべては今気づかないかもしれないけども必ず感想があることは間違いないです。僕もそうやって言われて他人としてましたけど、今はこの状況になって、今でも新しい時代に仲間と連絡を取っていますし、野球部以外の一般の学生も仲間が出てこられているので、仲良かったりしたり、人気を受けたら、とても連絡を取っていますし、手紙をもらうし、今でも何名とか LINE とかそういうのも、何をするとか、こういうふうにするとかじゃなくて、思いついたことはもう行動にどんどん起こしてほしいなと、やり残したことは何時代やってほしいなと思います。そこから気がつけば、社会に出て、言葉はいいですけど、大学に送るから、大学に、それから大学に行くときに、大学は勉強しに行くことじゃないと。人間関係を作ること、要領を覚えてきなさいって言って言われたんですよ。なんてこと言うんだろうなと思ったんですけど、本当に僕が言ったとおりだったんですよ。とにかく友達作って楽しんでくださいと。で、テストがあったら、社会的になって、どんだけの勉強して帰らせてくださいとか、そういうことも、伝えたかったかなっていうふうに。役立つとか、そういう話はないかもしれないけども、とにかく覚えていること、これが一番だと思うし、日程が適当ある学生生活を送ってほしいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。大学からプロ野球選手になられて、それを歩きながら、プロ野球選手に担当されて、挫折を感じたとされてましたから、そういうその挫折を感じたときに、こういうのを意識するっていうのがあったんですか？そうですね。まあ、何でもあります。もう逃げたいなとか、プロに入ると、やっぱりそれだけチケットを買っていただいて、球場に見に来ていただいているので、まあ、相当なものが出せるようにとか、そういうのもあるんですね。もうやめろとか、帰れとか、出てくれないとか、言われながら早く、非常に治療に済んでかったし、自分でもそのプレッシャーが情けないときっていうのがあったんですけども、やっぱり、もう葛藤ですね。逃げたい、やめたい、出たくないとかっていうのも、正直頭にも浮かぶんだけれども、やっぱり、実際に実際に受け入れなかったときに、言ってあげたい。送られたのを破られたのを言われたいっていうふうに思う葛藤を、現役やめれますっていう葛藤を言ったんですね。そこで落ち着かされたら、相手がピッチャーとか、チームには勝てないので、そこはとにかく、もう、その繰り返しです。もう僕らは先に紹介してきてますけども、学校に行ったとか、監督役だったりとか、いろんなこういうことを言われますけども、やっぱり、いろんな皆さんに話を聞くと、あ、すごい人だなとか、芸能人とかはすごい話して面白いなとか、お笑い芸人なんかも話を聞いて面白いなって言うと、本当に面白い、表しかみんな評価しないし見てないんですよ。だけども、これだけの下積みがあって、それだけの苦労っていうのを、もし見る機会とか、調べる機会があったら調べる人を見ると、自分が落ち込んだときに、あの人もこういう風にして、今こういう立場にいるんだとか、今すごい笑わせてくれるお笑い芸人も、こんな苦労があったんだっていうところを見ると、すごく自分の中で見たんじゃないかなというふうに思います。はい、そこまで。プロ野球選手は、一緒に戦ってたのかなって、
大変だったと思うんですけど、その中で前に行く方もやっぱり唯一のところがあったんですよ。毎日やってた唯一っていうのはないんですよ。よく使ってるんですけど、毎日これでやってたっていうことはないんですよ。そういうことは、タイプっていうか、2年目で、ビビランというクッションを任せられてやってたときに、すごくもう、毎週のゲームを使った方が3年、3キロぐらい減ってたので、今、健康が170とかするんですけど、今はこの、84キロとか5キロなんですけども、その身長で、体が減っても、結構きちゃって、大したことができないですけど、今日は23歳、4歳の頃は、その身長で、試合に出てたのが66キロだったんですよ。今は20キロぐらいなかったんですよ。だから毎日こう試合出ると、そこからの体重の変動なので、食べないと、もう しんどいっていうか、もうどんどん体重が落ちていくのが怖くて、毎日本当に無理して、食べてたんで、ご飯が美味しいというよりも、とにかく詰め込んで、体重計に乗って、ああ、戻ったっていう感じで、毎日。それが持ってたら言ってるかもしれないですね。だけど、はい。体重の話があったんですけど、はい。プロ野球選手が引退されて、結構、僕、プロ野球さんいるんですけど、はい。プロ野球選手が、現役時代に来てたりとか、という、出てたんですけど、はい。方たちは、そのまま、なんか、食べ続けて、それとも、現役時代に、練習をしてたんですけど、食べてって、その食べてって結果はちょっと、はい、いや、多分みんな気をつけてると思います。ちょっと全然話しちゃうけど、解説しちゃうとかっていうと、例えばこうやって、まあ、スープを行ったり、スープを行ったり、スープを行ったりとか感じなんですけど、そんなにスープを、毎回スープっていうのをしなきゃいけないので、みんな自分に話を聞くとね、僕らの講座で来るかというとか、みんなで今でも準備して、歩いたり走ったり、どこも来てていいところなんですけども、やっぱりそんなにテレビに出てる人たちは、そんなに出てる人って、あんまり僕は見ないんですけど、年齢と一日の、そういう会議って、今ここに皆さんとはどんどん行ってくるんで、どう減らしても、そんなに変わらないのかなって。監督時代について質問させていただきたいんですけど、その機会とは質問して勢いをするときに、チームの勝利というのが一番だと思うんですけど、どうしても選手の育成というのが大事なと思うんですけど、その一つの場合はどのように考えていただきたいかなと思います。そうですね、これは各チームによって違うと思います。ある球団は誰もダメであれば、成績の一つを連れてきて、で、ちょっとでも残っていただいているというのもあれば、そのパークはその逆だと思うんですよね。自分の方で鍛えて、で、ある程度成績を残したら、もう本当に球団自体も、チームの組織、監督を含めスタッフの人たちも、この選手をいかに上位だったかというふうに考えているので、に持っていくために練習してもらって、あとは、メンタルですよね。打てないと、基本的に当たり怖いって言いましたけども、そういうことにちょっと、自分に当たりたいなんかして、一気につけさせていくっていう方法があったので、とはいえ、たくさんご覧していただいているので、書かなきゃいけないし、そのバランスっていうのが非常に難しい。僕が考えてたのは、私は人間の選手と若い人たちに出会うことができる。完全にも成績を上回ってしまって、力で身につけてくれれば、こんなに楽なことがないんですけど、どっちを使おうかなっていったときに、やっぱり、ちょっと、少しずつ、若手にはどうやっていくかっていう、ちょっと僕はやってます。これも監督さんによってまた変わるかもしれないですけど、球団としては、やっぱり、
定して育てて、育てて、活躍してもらうっていうスタンスを、立てているチームは、立てているんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。僕は広島大学の東京チームなんですけど、昨日から新鮮になって、なかなかチームにまとまるのは難しいと思うんですけど、やっぱりそこチームを決めるので、一番大切に選手だったと思いますか？会話をするっていうことだと思います。まあ、野球部とか、勝手な想像とか、あの選手は、あいつはこういうふうに思ってるんだろうなとか、自分で決めつけて、そうじゃないと、そのケースも当然あるんですけど、自分の考えが当たっている、自分の想像した通りの答えが返ってくることが多いかもしれないですけど、もう何割か自分の思い過ごしっていうことがあるので、会話をしないといけないなっていうふうに思います。こんなこと言っちゃダメだなとか、こんなこと言ったら、言ってるかもしれないとかって言っていて、これも、やっぱり、社会になった時にも同じことで、自分の意見を、相手をもし傷つけるかもしれないとか、ちょっと厳しい言い方になるんであれば、その言い方を考える、方法を考えるのも、これも、難しいことになりますし、相手を、言葉を引き出すのも、言葉を使うことでまた全然変わってくるので、まあ、会話を良くするっていうことを、チームってそういうものだと思います。あとはルール作りですね。基本的なルールで、これは必ずチームとして全員でやろうということと、これは絶対にやめようということを決めておく。でそれは、どんなことがあれ、例えばもうそれを犯してしまったときには、試合には勝てませんでした、選手とか、試合には、ちょっと休めてもらいますよとか、まあ、それぐらいのルールを決めて、やるっていうことも大切だと思います。はい、ありがとうございます。今のお店の話の中で、会話っていうのが出てきたと思うんですけど、その会話っていう中でも、まあ、話してた時があると思うんですけど、今話しての目線でちょっと気をつけるべきことを一つコメントなんですが、口癖の方で気をつけるべきことを最初のあのお聞かせいただきたい。はい、最初にも言ったんですけども、今皆さんこうやって聞いてもらうんですけども、興味がない部分もあるし、面白い部分もしかしたらあるかもしれない、全く面白くない人もいるかもしれないですけども、これから人と話す機会があるときに、言い方の上手な人、まあ、要するに断る人、要領のいい人、僕ね、説明あげて申し訳ないんですけど、僕の友達の後輩であらゆる方っていう、監督の人だけど、最初の持ってた方が、もう、言い方のプロって僕は一番上手だと言ってるんですけど、何がプロかって言ったら、表情が、もう相手の目を見て、もういかにも話を、僕の感想ですよ。いかにも話を聞いてるような、もう、まあ、僕、ちょっと真似しますよ。僕がこう、話を聞いて。何ですか、あなた、あなた、あなた、やってるな、って言うんですよ。でも、彼全然聞いてないんですよ。なぜかっていうと、残るものは、もう聞いて、あ、これ言いたいんだなって自分の中で頭に入ったら、こっちから立つんですよ。でも、顔は、すごい顔で聞いてくれるっていう、それは相手に対して好印象で、あいつは話をよく聞いてくれるって、でも聞いてる聞いてないっていうのも心の問題なんで、わかんないじゃないですか。僕は多分聞いてないと思うんですけど、あらゆる人もそういう通りだと聞いてますよって言うんだけども、そういう聞き方ってすごい大切だと思うんですよ。それでね、せっかくなんか、面白い質問してくれたって、こういう例がありました。野球、監督やってるときに、練習、バッティング練習をしている、もう後ろでこうやって、僕、僕のやつ見てました、これ、向こうに勝手に見て、ですよね。そしたら、一つのゲージの、一番のゲージにバッターをこうやって打ってて、監督って声かけるんですよ。自分から言おうとして、ああ、なんか感じがいいねと、今日の試合頼むよって言ったら、
この一のゲージの A 君は、あ、そうか、ありがとうございますって、どっかに出てきたんですね。で、真ん中の、2番目のゲージの B 君に、僕が声をかけると、今日調子いいねって、今日はもうセンター返しっていうから、意識して、なんか、変えたのフォームって言うと、その B 君の答えは別に変えたんですよ。とりあえずこんな感じですよ。と答えたんですよ。どう思います?最初がこう、あ、頑張ります、ありがとうございますって言うと、いや、別に変えてないです。普通って言われたら、その、受け答えってどうですか?ちょっと僕からすると、何なの?せっかくこうやって盛り上げようと思ったのに、この受け答えはないだろう。というピーク。で、3つ目の出入りの子は、同じように、おいしいなやって、頑張れよって、声をかけようと思ったんですけども、声をかけるタイミングがなくて、バッティング練習が終わってしまいました。そうすると、その選手はどうしたかっていうと、僕の意思を行ったり来たり、行ったり来たりしてるので、その練習はどっかに引き上げればいいのに、と、そうすると、あるコーチが、監督と声をかけてやってくださいと。で、慌てて意思を向いて、見てたよ、よかったよって、まず見てたから、ちょっと声をかけるタイミングが遅くなって、ごめんねって言うと、ありがとうございますってニコッとして帰る。そういう僕は3選手をもう見てきてるんですけども、受け答えの中で、この真ん中の B 君ですよね。あ、そうか、そうかって言われて。これは相手に与える印象はあんまりよろしくない。だから、こういう受け答えするよりも、さっきのね、選手のような感じのように、ありがとうございますって、その一言だけでも、さっき会話とか、僕も嬉しいし、頑張ってるんだな、よし、頑張れよって、おしまいじゃないですか。それを、俺、スッと別に言ってますって言われたら、なんだこの野郎って受けて、声をかけた方は、そういうふうに思うんで、そういう受け答えはしない方がいい。だから、伝えたときに、受け答え方っていうのは非常に大切だっていうことなんで、目を見て話して、相槌を打つ。で、そうなんですかっていう言葉でもいいし、興味を持てば、それに対する質問を、投げ返すっていうことは非常に役に立ちますよっていうことですね。ありがとうございます。この貴重な体験もさせていただきありがとうございます。9月選手を引退して、監督を引退して、こちらの大学院に入学後の話に聞いていきたいと思いますが、監督を引退してどうやって、この大学院で学ぼうと思ったのか、それをどういった方法を考えているのかをお聞かせいただきたいです。はい、辞めた、監督を、退いて、まず、学ぼうと思ったのが、学長、広島大学の学長、内学長に、もう、今聞きしてるんだったら、もう一回勉強してみたらいいじゃないと声をかけたことがあったわけです。で、内学長とは何で知り合うかというと、僕が現役の時の、広島大学病院で、に勤められて、病院長をされてて、その時に、チームドクターがやってたと。チームの、よく、選手の体を見てもらってたので、それで知り合いで、声をかけてもらったのが、僕自身も、やっぱり、学生と、一緒に勉強してみたいなっていうことも、勉強もそうなんですけども、年齢が自分の息子と同じぐらいの、学生の人たちと接することで、もう年齢のギャップだったり、今の人たちの、今の新しい考え方、今の話があるからね、今の若者の考え方とかっていうのを自分がさらに感じて、それに自分がどう対応できるか、入ってきているのか、もう全然どうするのかっていうのも含めてすごく、あって、大学で学ぶようになります。僕が学んだことっていうのは、推論で、推理論文を卒業で書かなくてはいけなくて、大学で学ぼうっていう中の一つは、自分のコーチングの中の失敗談っていうのが一つあったんですよね。
決めつけっていうのがね、自分の経験をそのまま伝えるとか、いろんなこう、指導の仕方あるんですけども、これがちょっと自分の中で失敗だったので、それを勉強して、こうやって推奨論文を作ったんですけども、身体測定の基づいたトーキングのあり方っていうのが、ちょっとこう、まあ、そのまんまなんですけども、まずここ、この場面で、皆さんちょっと、ずっと座りっぱなしで、ちょっと、起きてる方、ちょっと立ってみてください。その場で立ってみて。大丈夫です。寝てる方は寝てください。それで立ってですね、その場で、まあ、前後の人を立たさないように、ちょっとぐーっと背伸びして、ぐーっと背伸びして、ぐーっと背伸びして、はい、下ろして、はい。で、前の人、横の人を叩かないように、肩を回してください。いいですか？肩を回してください。はい、今、上げてください。もう一回、背伸び。はい、そこを回してください。回してください。これ、傾きたいです。はい。はい、もう一回、下ろして、はい、もう一回、肩を回してください。前の人、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、座ってください。はい、今、ここにね、座ってきました。今、身体測定のちょっとコーティングの貼り方、するんですが、はい、今ね、皆さんにやってますが、なんでかっていうと、僕、背伸びしてくださいは別に、ね、ちょっと皆さんしんどかったので、その後に肩回して、見てくださいって言ったんですけど、皆さん、前回ししたか、後ろ回ししたか覚えてないと思うんですね。覚えてない？私、前回しし、前回ししたか、後ろ回ししたか。もう、僕見てください。完全にすごい。後ろ回しの方が多かったかなって思うんですけど、これ僕今言わなかったですね。ただ前回ししてください、後ろ回ししてくださいとか、言わなかったけど、皆さん、やりやすい方向でやったんですよ。わかります？もう一つ言いましょう。今、座って、皆さんが椅子に座って、ちょっと横向きになりますよ。背中が背もたれに当たってないと言わないと、今、皆さんが座ってる座り方。で、背中が下って、ちょっと前伸びるじゃないですか。落ちてないと。もう一回言います。足が前に行っておかないと、言ってるんですよ。前に行っておかないと言えない人。もしくは、巻き込まないと落ち着かない人。ちょっと自分で、どういうことか分かりやすいですよね。自分で分かってくれたらいいです。いいか？それだと、皆さんリラックスした姿勢って違うわけですよね。で、そういうことが、今こうやって書いてあるんですけども、コーチする中で、そういう皆さんの座り方の肩の回し方も違うし、もしかしたら歩き方も違う。ね、歩き方の違う人たちに、同じ教え方でいいんですかっていうことを、ちょっと研究しました。で、まあ、コーチの言うことを、そのまま聞いたら、分かったっていうことコーチが、肩を、簡単に言うと肩を前回しっていう人なのに、後ろ回しの人が、もう普通の人が、わからないと、こいつ言ってること。だいたいそういうことです。で、同じ指導方法なのに、どうして指導者は、なぜ同じように教えてるのに、逃げ返してくれないんだろうっていうところで、選手側は、言ってることはわかるんだけど、体が思うように動かないんですよ、という、こう、疑問がありました。じゃあ、次お願いします。まあ、なんか原因があるんじゃないか。指導者側は、指導してて、あんなにバットが振ってるし、あんなに走り込んでるし、みんなやってるんだけど、なんでだろう、いいわけなのになーっていう気づかれます。そこで、まあ、フォースダンス理論っていうものに、ちょっとこう、興味を持って、そこをちょっと、なんかなのかなって研究していきました。フォースダンス。まあ、フォースダンス理論とは、人の体を4つに分類するという、理論で、4つのタイプっていうのは、まあ、A タイプと B タイプっていうのがあって、その A タイプが1か2かっていうのが、もう簡単に言うと、A か B かっていうのを考えてください。
そういうふうに分類されることがあって、重心を相当の位置に立てているのか、いいですか。で、タイプが動きをしないと本来の力が足りないということをこの本で紹介するようになっています。なので、まあ、後で出てくるかもしれないですけど、皆さん学校生活で歩いている人で、前のどりの人を、ちょっとやってみますね。から前のどりの人がいるかというのは、そうそう、いますよね。こういう歩き方の人いますよね。見たことないと思います。言葉があって、極端に言いますけども、ね、逆にこうしています。こうしています。何が違うかわかりますよ。後ろ体重か前体重かって言われて、これが自然の歩き方。それでちょっと自分たちの足の靴を見てください。つま先側の内側が減ってるとつま先側のかかと側の内側、もしかしたら外側が減ってるとって。多分、よく履く靴を見たら、振り減りとか、後ろの、ソールの部分の、ソールじゃなくて、シューズの溝とかありますよね。それの減り方が、多分ある。常に履いてる靴っていうのは出てくると思います。それぐらい違うんですよっていうことで、わかりました。はい、次をお願いします。ここにね、4つのカラータイプ、これ、さっき言った A タイプ、B タイプで、A の1、A の2、B の1、B の2、これでみんな違うわけで、一応、もう高島治療っていうのがわかりました。一応、大高まり。脱水器で聞いたら、救命器ばっかりと申し訳ないんですけど、ここにタイプを合わせてます。その人たちの体の使い方、ここに足の重心がありますけども、A の1っていうのは、つま先側の内側タイプ。で、この、かかと側の内側タイプっていうのが B の1。で、B の2っていうのが、かかと側の A の2が、つま先側の内側タイプっていうのがあるということです。これは、陰とか、A の1がいいとか、B の2がいいとか、そういうことではありません。単なるこの人が、自然な体制っていうのをこういうふうには、まあ、分かれてますよっていうところです。次お願いします。はい。これは、野球を知らない人です。イチロー選手と、松井秀喜選手。はい。バットを持って、ちょうどボールに当たる瞬間で、どういうふうに見えますか、ね、イチロー選手は、ここ、中心が、ここになってます。体の中心がインパクトを求められて、重心がここになってます。でも、松井選手は全然嘘ですよね。同じフォームでも、野球でも、こうやって人の打ち方って変わるってことですよね。まあ、ここでよくある話があるんですけども、例えば、どこかではスリーの速く野球少年がいました。で、ただ、結構、考えたり、両方とも違いです。ある監督さんは、こう言いました。お、マイスリーで、なんか、フラットで、足が長いし、スリーで、右だけ左打ちだから、一番みたいに打ちなさい。と言いました。その選手は、お、それみたいに、足の打ちのか、そういう方が、一応自体でやろうと、もうこの間に持ちながら、一応の一個体を振り子の方で打つわけですよね。で、練習をスタートしました。で、さっき言ったように、ガッチリしたタイプじゃない。お前ちょっと松井秀喜がゴジラになると。だから、ゴジラみたいに2点残って打ちなさいって練習をスタートしました。で、一生懸命練習するんだけど、なかなか結果が出ない。で、左手に行くと、一度以下に打ちなさいって言われた生徒は、ここは振り返ってきて、逆に、マッチン以下に打ちなさいって言ったっていう生徒は、実は後ろタイプだったと。だから、無駄なタイプで決めちゃいけないですよと、しっかりそういうタイプを見分けて指導していかないと、選手は一生懸命練習しても、なかなか上達しませんよっていうことを、結果が出ました。次お願いします。はい、これはもう今、
ね、まあ、18年の時代なんですけど、まあ、その山川選手ってホームランのタイトルを取ったんですけども、これイメージの話です。ホームランバッターは軸足で回るものだという先入観ですよ。軸足でバッターで言うと、右バッターで言うと軸足っていうのが軸足になります。さっきの松井選手は左足になるんですけど、松井選手は後ろに残っていて、こっちが軸足で残っている位置です。そのことを言っているわけですね。軸足で回るものと先入観でホームランバッターの遠くに飛ばす人はって、僕もそうすべきだと思ってたんだけど、ただやってみたら、いけるのかって、それこそ本当に新聞に載ったコメントなんですけども、それを変えることによって、まあ、18年には47本というホームラン、今の多分ホームラントップだと思うんですけども、それぐらいもう、なくなってたというふうに考えられたら、そういう、まあ、新選手みたいに1年残していくと、ボールは飛ぶんだという考えは、まあ、違ってたっていうことを新聞に載ってました。次、お願いします。これはですね、僕が、大学中に、大会系の女子バレー部の方に、接待をいただいて、フォースパンチ、フォースプレートという、こう体重の位置がどこになるかという、これ、上の写真、A タイプの人なんですけども、これ、普通にタックルだけなんです。タックル、だけで、普通にタックルにすると、もうこの時点でここ、これ、下のプレートがね、反応してくれる体重がどこにかかっているか。これ、前に、つま先側にかかっているところが表してます。B タイプの人が普通に立っている。これ、普通に立っているように見えますよね。だけども、かかとに体重がかかっていることを、この装置が示しているんです。次、お願いします。はい、先ほど言ったんですけども、歩くって、いろんな歩く必要があって、みんなそれぞれ違いますよって言って、ことを先ほど話しましたけども、歩く姿勢も変わってきます。はい、お願いします。はい、さっき皆さんが使ってきた座り方ですよね。で、ここに女性なんかは足を組むのが自分のリラックスする方法です。生徒の座り姿勢は、まあ、ここにも座り姿勢が本当は中に入れた人もいるのかなって座り方もみんな違うということです。これですから、今ですから。はい。首皮、ね、皆さん、首皮を持つときに、これ、指先で引っ掛けている人、こちらの人はちょっと握り込んでますよね。カバンバッグ持つときに、指先にかけない、かける人と、どうしたらわかりやすいかな。これをやってみます。握るときに、ぐっとこう、バッグを持つときに、こう、手のひらで持たないといけない人と、指先にこうやってかけてる人が持ちやすい人と分かれる人。これも、皆さんのタイプによって変わってきます。ただ、ちょっと持った時に、ぐっと握らないといけない人と、ちょっとこう指先の方で握らないといけない人とか、野球部だったら、だってこうやって握り込まないといけない人と、指にかけてる人とか、まあ、こういうのがバッグの持ち方、振り返りの持ち方、そういうので変わって、以上ですかね。はい、こういう研究を、やらせてもらった中、まあ、結論としては指導方法っていうのはその人の、ある特性だったりタイプによって指導していかないと同じことを、指導しても、相手には伝わりませんよ、こんがらがりますよっていうことが僕の研究の結果になっています。これ 100% ではないです。ただ、指導する側は、それを分かっていれば、単純に言うと、うまくいかなかった、なかなか上達しなかった人たちに対して、セカンドアプローチってね、あえて違うからこういう言い方をしてみようとかっていう、指導方法が生まれるっていうことを、ちょっとなんかあるんじゃないかなと思って、研究をしてもらいました。それが僕が大学で学んだことです。その、研究したおかげで、自分の中で、ね、全然見方が変わりました。自分と違うから、ちょっと見方を変えて教えなきゃいけないとか、見方を野球を指導することもあるんですけども、全然違う、選手に、違う人に、コーチに、同じタイプの人に聞いて、どういうふうに言ったら分かりやすいかなということで、自分に、聞いてから指導を伝えるようにしたいと思います。
ていうことをできるようになったので、非常にいい研究ができたんじゃないかなと思います。ありがとうございました。コンスタント理論について質問させていただきたいんですけど、僕は野球をやっていて、スパイクの元引きの親指の部分と受けを受けるんですけど、これはコンスタント理論で言えば、AEC に分類されるということですか？そうかもしれないんですけども、基本的に野球の動きっていうのは、つま先側に中心がいかなきゃいけない動きっていうのがあります。皆さん、勘違いするっていうのは、つま先側が破れるから、いいとか悪いとかっていうことを言ってるんじゃなくて、なんて言ったらいいのかな、プレー自体は、つま先側にみんな行くんですよ、重心っていうか。かかと体重で運動するってことは、なかなかないんですよ。バランスを取ったりするときに、体重移動っていうのは、足の裏でこう、みんな変わっていくんですけども、つま先側が行き過ぎて、気をつけなきゃいけないっていうことは、怪我ですよね。そこを防止するためには、ソールをなんかちょっと変えてみるとかっていうのは大事かもしれないですけども、せっかくそこのつま先側の話をしたんで、運動的な話をさせてもらうと、そのコンスタント理論に役立つ話っていうのは、もう一つあって、同じ運動をしているのに、足でやった筋肉っていうのは、例えば長く歩いたら、長くランニングしたら、ダッシュをしたら、長跳びをしたら、跳び箱をしたら、何でもいいんですか、サイクリングをしたらって思うんですけど、同じサイクリングをみんなで何人かでやったときに、使い方が違うんで、跳び場所が違うんです。外側が張る人と内側が張る人と、外側のクラージが張る人と内側のクラージが張る人。で、これはトレーナーサイドからすれば、そのタイプが分かっていれば、例えば体ケアというのがマッサージだったり、ストレッチだったりするときに、その張る状態が分かっていれば、そこを重点的にストレッチをかけてストレッチをしてあげることによって、怪我の防止につながるということも考えられるんですね。なので、自分のタイプを知っていれば、外側を張るから B なんで、外側をよく使えばとか、A なんで1だったり、その中側を使えば A なんで1なんで、内側を使えばっていう人だったら、それが分かっているだけでストレッチの時間の書き方で、怪我の防止にもつながるっていうことが言えるんですよね。何かこれが参考にしてもらえばいいかなと思います。ありがとうございます。続いての質問なんですけども。今、コンスタント理論でいろいろ体の仕組みや使い方について教えてもらったんですけど、いろんなスポーツで、ウェイトトレーニングというのが割と主流になっていて、野村さんが現役の時には、ストリングウェイトトレーニングというのが主流じゃなかったと思うんですけど、今、主流になってきて、野村さんの人がどのような考えを持っているのか、またそのウェイトトレーニングとどういう違いがあるのかを。そうですね、ウェイトトレーニングに限らず、今はもういろんな練習方法があるんです、もう選ぶ方が、チョイスする方がみんな大変だっていうふうに思うんですよね。ただ、僕はウェイトをやり始めて、もう現役終わりそうに感じたのは、ウェイトトレーニングは、その体を大きく見せる、よくこうウェイトトレーニングとか、ラメニングとか、力トレーニングとか、強化とか、見た目ではなくて、ウエートのトレーニング以外にやっぱりしなやかな筋肉を作っていかなきゃいけないので、僕、ウエートトレーニングするんだったら、ウエートとその柔軟性とランニングっていうのを組み合わせたそのトレーニングっていうのが、手が防止につながるんじゃないかなと思います。筋肉を作っていくっていうのは、ウエートっていうところは見た目の筋肉だけど、ちょっと細かく言うと、弱いしないためには、もっと中の細かい筋肉を鍛えていかなきゃいけない。パワーがついたっていうのは見た目ではなくて、小さい筋肉を鍛えていかないと、パワーって発揮できないので、その辺は皆さん勘違いされないように、そこがいいかなっていうふうに思います。ベンチプレスは、60キロだったのが、これでしたら、俺のっていうのが生まれるようになったっていうとか、じゃあ、30% から 20% が 30% とパワーがついた。だからボールが 20%、30% 飛ぶとか、そ
そういう問題ではなくて、130キロが150キロ出せるようになったっていうのは、見た目の筋肉を狙って、要するに現代マッスルっていうのを鍛えて、よく鍛えて、鍛えていくことと、そうですね、筋肉のある、筋肉のある筋肉を作っていかないと、パワーが持っていけないっていうことと、柔軟と、現代マッスル。で、あと、動きを良くさせるっていうのが、非常に今は重要されてるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。大谷選手とか、今、メジャーリーグで、メジャーリーグで活躍されてると思って、メジャーを変えて、体が大きくて、メジャーが大事になるかなと思って、やっぱり大谷選手も、30代生とか、体の中も、大きくなってる感じで、活躍できてるか。まあ、活躍ってみんなトレーニングやってて、それをやったら全員活躍できるっていうのは、これまた別の問題になると思うんですけども、彼らのトレーニングっていうのは、もう当然、もう思いの重量を持ってやるものと、動きを良くするトレーニングをミックスしてやってるトレーニングだと思うんですよ。なので、あと体、まあ、見た目に用意しようと、そんなにマッチじゃないかもしれないけど、写真とかで、小原さんの写真とかで、ご理解がしてるかなって見たことがあると思うかもしれないですけども、やっぱり好きなのから、やっぱり筋肉になるかなというふうに思います。もう最終的に今一緒にメリットがいないなと思うんですけど、彼らも体を大きくすることばっかりにしてて、僕、当時、監督の頃からもっと細かったんですけども、ビアの人が取れるんか、それくらいかな。プロレスラーなんだろうなっていう考えてるんですよ。もう全然もう関係がなくて、で僕は、まあ、一応、彼と一緒に食べてて、大きくしたらボールが飛ぶもんじゃないんだって、しなやかな体を作んなきゃいけないよって言うので、その次のトップシーズンかな、ちょっと絞ってたというか、トレーニング変えたって言ってたんで、でそれでまた手番にしたかったんじゃないってことは、彼も、まあ、疲労が通ったんですが、やっぱりトレーニングは止まらなかったんですよね。ありがとうございます。鈴木誠也選手の話が出たんですけど、カープは今年から鈴木選手が亡くなって、まあ、鈴木選手がカープしてくれたんですけど、カープは今は好調なんですけど、その当選を受けてはどういうものが挙げられますか。鈴木誠也という選手がいなくなったから、非常にチームとしては大きいですよね。で、皆さんが鈴木誠也とチームメイトが、それがね、頑張っていってください。鈴木誠也がいなくなったから、カープがいなくなったかって言って言われたりして。それだけじゃないですか。じゃあ、それをやっぱりみんなが今、言われたくないから、成績が良かったり、得点圏が良かったり、ホームランが鈴木誠也が打てないけども、チームが一番良かったりっていうのは、今、みんながこうやって頑張っているところなんじゃないかなって思います。年齢的に分かるから、カープが3連覇するときに、それが、クロス君から今入ってきて、まあ、その次のときに優勝したんですけども、優勝したときに、前田にないんですよ、前田健太にないんですよ、10連勝するピッチャーがいなくなって優勝してるんですよ。だから記録が抜けて、じゃあ、ダメではなくて、それチームとしては痛いです。だけども、必ず誰かが出てくるし、誰かは、こう言われたくないから、頑張れっていう選手が、揃ったから、今、チームが強いと、得点、ホームランは少ないけど、得点が高いっていう、そういうもんじゃないかなっていうふうに思います。ありがとうございます。もう一つこれっていうのを聞いてたんですけど、僕は個人的に何も言ってないんですけど、僕は巨人ファンで、今は交流戦前だから、なかなか一人はソフトバンクの方が、ずっとやってみてるんですけど、あの、精神的なものなんか、その、ビジネス的なものなんかを、一般として、もし、話していただけたら、思いますかね。今、ホームズがソフトバンクですね。これは、もう、僕的にはカープのソフトバンクに関連したんですけど、そういう意味で、過去の成績でもう大きくなってますね。
で基本的に合理性のある方がいいぐらいっていう、これは僕らの仲間でも何でだろう、自由気なのかとか、あるいは、自由を置いてやってないっていうのか、みんなと一方が聞くのかな、いろんな意見があるんですけど、これはちょっと僕らが分かんないんですよね。ただ、やっぱり対戦成績で、優位に立ってる人たちが、今、ジャイアンツファンで、ソフトバンクに勝てないっていうんですけども、ソフトバンクは、ジャイアンツも負ける気しないですけど、みたいな。アカウントですか、ソフトバンクから見てるアカウント、まあまあ、負け越しは絶対いますよね。なんなら3連勝できそうだし、思ってるか思ってないかは別にして、カープはソフトバンク、ジャイアンツはソフトバンクだったら構えてるっていうのはあるような気がします。はい、話の内容を変えるんですけども、今までカープの選手や大森さんに一緒に広島まで生活をされてきたと思うんですけど、その中で僕たちの大学生ということで、一人暮らしをしているのが続いたんですけど、どうしても外食がちょっと多くなってしまう部分があるんですね。その上でちょっとおすすめのお店などがあれば、教えていただきたいなと思います。おすすめの店はいっぱいあるんですけど、それを言うときにはないので、それを言って僕の味と皆さんの合わなかったことがないし、なんか自分質もない味覚してるなとかいろんなことなので、もうあえて皆さんにぜひ言ってもらいたい、もう車の何かどうかわかんないですけど、僕はよく使ってゴールって言うんですけど、ゴールの場合に、手紙インターの下りの、ターゲットエリアで、おことを塗ってあるんですよ。危険性があったら、手紙インターの下りの。うまいですよね。最高ですよね。あそこじゃない。僕はいつも買って帰るんですけど、もし、下りの方がいいって言ってたら、山陽乗車道下りの下りインターで、こっちから上りになるのか、上りじゃなくて、下りのターゲットエリア。上りじゃなくて、下りのサービスエリアのパソコンピンクを食べてみてください。ここはもう間違いとか美味しいと思うんです。あと、クリスマの店とか行っても分かんなかった、聞いてなかったので、最近はもうコロナの場合とかはもう全部僕にしてないんですけど、クリスマの店とか行ったもし行ようかな、ね、今度は改めて来てる人はお好み焼き屋さんの味比べって言ってみると面白いですし、おいしくおいしくないとかっていうのも有名店の焼き方の違いとかっていうのも食べて、分かると、地元の人とか、おいしい人とか、紹介とか、そうなんだっていうお店のことが食べれるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。下りのインターのパソコンに今度食べていきたいと思います。それがまた話があるんですけども、野村さんがやっぱ2つ前後の時代と、今僕らが来てるのが2つ前後なんですけども、今の僕らの時代で、大きく差があると思うんですけど、その差を踏まえて、生き抜くより大事になってくるものが何かってことをお聞かせいただければなと思います。差はあるって、気を使って言ってないっていうのも嬉しいんですけど、これはもう真剣なんで、僕らも、皆さんが言われてきたのは、最近の子たちは、最近の若者たちはって言われてきました。皆さんもどこに言われていらっしゃるっていうのも、でもこれも順番なんで、もう今をとにかく楽しんでください。質問内容が、ね、やっぱり全部の僕らと大きく差があるわけで、それがないと年齢の差っていうのは、僕らの学生の頃は、携帯電話はありませんでした。まだ親に電話するときは、公衆電話がなかったんですが、なんだかテレフォンカードっていうのが出始めぐらいの時なんで、皆さんテレフォンカードを使わないと、テレフォンカードで家になるんですけど、どっかの人から引っ張っているのかな、こういうテレフォンカードいっぱいあるので、なんか使うのかなと思います。
、まあ、やっぱりスマートフォンとか、携帯ではスマートフォンが普及してからやっぱり情報も早くなったし、いろいろこういうことがあって、僕らではもうちょっと、見つけていこうというのが必死で、でも今の人の意見の皆さんは、これからまた、もっと、何でかと、お父さんなり、お母さんなりだったして、またそういうことが来る。これも僕らの順番だと思っているので、今はね、一回、上の先輩のこととか、のことは気にせずね、ただ、文句してくるということもありますけども、先輩方のできたところのいい部分というのを継続して、取り出していかなきゃいけないし、新しいことも我々の勉強の人たちは、学んでいただくと思うので、この、まあ、そうなってますね、繰り返すかなというふうに思います。だから、話をもう、話せるのが大変です。皆さんよりちょっと、うちの娘はちょっと上なんですけども、テレビの CM も出て、まあ、ジャニーズのタレントさんを見て、質問されると、答えるのになかなか言葉が出てこなかったりですね。スノーマンだったり、なんかさっきいろいろありますよね。ドキドキだったり、これとか出てきちゃったんですけど、逆にそれを質問してみたら、そんなの知らないとかって言われるんですけど、まあ、そういうジェネレーションギャップっていうのはあるんで、そんなのは僕に話すと言ってないし、今の時代を話すんで、こう、多分、自分たちも、今の若い子だって言うときと、いう言葉が出たときに、あおうって思います。はい。ありがとうございます。最後に言ったら、大学生、自由な時間が合わない。こう中学校、高校とかで大幅に増えて、その人生の長所とも特に言われてるんですが、その中で、この僕たち大学生が経験しちゃっていいなと思うことがあるのかと思うんですけど、もうとにかくね、友達と、もうとにかく時間があれば、まあ、学校以外の生活で、みんな集まったり、キャンプ行ったり、自己紹介したり、いろんな思い出を作ることだと思います。で、目標を立てて、それが目標を変えると思います。これ無理だとか、いや、もっと上に行けるとか、いろんなことが変わると思うんだけども、もう最終的に次の君たちのステップが決まってるんで、何をしたいか、何の目標なのかって頑張るかなんで、それを4年間でどう使うかっていうのは、自分たち次第ですね。ぼーっと4年間過ごして、私何するんですか、俺が何するんですか、入学した時の気持ちを忘れないように、ワクワク、一人暮らし、運転活動、親元を離れて生活することが、大変さとかをすごく感じることので、まあ、ずっとから帰っている人とかもいるかもしれないですけども、そういう苦労も全ての経験なんですよね。まあ、とにかくいろんな経験をして、楽しんでそれをもらいたいと思うし、なんか、その大学、僕、帰ってて感じるのは、なんかみんなおとなしいんで、なんかこう、それの計画をなんかするというか、キャンパスが明るくなるような提案をしたりですね、学生の皆さんから、この、まあ、なんかちょっとよくないねじゃなくて、皆さんが作るものですから、皆さんが、主導で、なんか、ビジネスのものをたくさん作って、こう、楽しい学校生活というか、キャンプスライドというのをやってほしいなと思います。どうかそういう先見立ってね、やろうやって一番人間が大きくなって、科学物質と同じですよ。最初はもう僕はみたいな人数から全然どんどん来たら、先に全国的に科学物質ってことが、皆さんが聞いたことあると思うんですけど、本当に僕わずかな数学から始まって、それが楽の多くの組織になって、社会現象を起こしてくれたというのは、やっぱりそういう気持ち、なんとか頑張ってもらいたい、強くしたい、みんなの意味では、学校を楽しくしたい、なんか思い出を作りたい、やり残したことがないようにしたい、いろんな思いから行動を起こすことなので、そういう学校、キャンプスライドをしてほしいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。2人から何かを聞いてくれてありがとうございます。
はい。